刺しちゃって弱な愛が飛び出すもんで This whole time 今日を切り替えてしまいました。それが取り交わす気ですか。どこが止めた目で嫌いでした。悲しみがどれか悩んでいや俺の世界という落ちでした。本日の仕掛けも熱いも僕のこと約束も不思議も最近も生きていたでもどうして僕たちは時々痛い悲しいと言うんだそして言うんだここで何とか字が読めますかあの年少は読めますかその心を奥に染めたのはおい誰なんだよおい誰なんだよその場で悲しい気が解けますかあの遠く身の輪も解けますか僕たちこのままでいいんですかもうどうすんだよもうどうだっていいよ。いつまでだいたって僕たちは絶対な催眠に酔っていてどうしようもなくなる今日をずっと捕まっていたんだ。逆地に来る仕掛けは相変わらず解かないよ気持ちよくない不自由な最近も生きていたどうして僕たちは物事を解かないよ消えたいって言うんだ知りたいって言うんだここでもこんな字が読めますかあの年少は読めますかその心を奥に染めたのはおい誰なんだよおい誰なんだよその場で悲しい気が解けますかあの遠く身の輪も解けますか僕たちこのままでいいんですかおいどうすんだよおいどうすんだよ目先の公式言えますか子供の時の夢は言えますか冬のスロドームに捨てたのはおしゃれなんだよもう知ってんだいつになれば大人になれますかそもそも大人とは一体全体なんですかどなたに伺えばいいんですかもうどうすんだよもうどうだっていいやWe'll be right back.
電車だけの空間レースを最終電車に乗り込んで全然いいこともないし、ね、この手を引いてみようか。なんかいつも違うね、いたずらを信じてみる。だんだん繋ぐ痛がそう思い切りバカにしようか。いつもな動き繰り返す意味を音に合わせて足を組む訳を探しても探しても見つからないから、悲しい時に踊りたいの、泣きたい時に笑いたいの、そんなわがまま疲れちゃうわ。ポップにセンスを歌おうか。世界を続いちゃう前にキュンとしちゃった心の根をどうぞ、まだまだ忘れないわ。なんて綺麗なデカメなんでしょうか。ここから見える風景きっと何一つ変わらないから、枯れた地面を這うな。ホップステップで踊ろうか。世界の隅っこでワンツーチャンプでラッとしそうになる週末感を楽しんで、パッとまっと消えちゃいそうな次の瞬間を起こそうか。さよならお元気で終わる世界に言う。僕はずっと前から思ってることを話そうか。友達に戻れたわ。これ以上はもう望まないさ。君がそれでいいなら僕だってそれで構わないさ。嘘つきの僕が吐いた反対言葉の愛の歌。日の地方は久しぶりの晴天です。寒気の温度ずっと日まで一日満喫してました。別に君のことなんて考えてなんかいないさ。いやでもちょっと本当は考えてたかもなんてね。いいぞらみたいに回る僕の頭の中はもうガラガラさ。この予定からこぼれことを話そうか。姿は見えないのに言葉だけ見えちゃってるんだ。僕が知らないことがあるだけで気が狂いそうだ。ぶら下がった感情が嫌いなのか汚いのか僕にはまだわからず捨てるあてもないんだ。言葉の裏の裏が見えるなんてマスカラさ。いいならいいじゃないか。進む君と止まった僕の縮まらない月は涙埋めよう。まで素直に言葉にできない僕は天才の弱虫さ。この予定からこぼれそうな愛を誰に譲ろう。そんなどこにも当てがあるわけだから、まだ待つよ。
show, you touch and hit me. I'm so pretty some girl, you're gonna kill me. Show, show, looking out at the people wall. Sorry, I'm gonna kill me. But you're sharp, I want you. I'm not sure if I'm ready.
my fucking neck. シシシシ
時々に How are you going down 言葉中言葉じゃにこんにちはダメダメここではあなたも日本語マジでテクスト3ページ早くもここはとにかく出陣に勝つぞ1万3000の愚者は安くなる母がご機嫌いかがお母さんお馬さんここはどこ君は誰いわく台湾で J ジョンのコンサートそれは行かなきゃダメだ心で味方知れと言ってるけど海外だよマジでエンジンかかったなここはとにかくピン出してやめるか6万数千の旅費も安くないそれでは会長バイト探さなきゃすみませんお嬢さんこれ一ついくらでしょう天国のレスリーちゃんにお休みなさいって言うためハイハイチャイナちょちょ夢心地いいアルファンクラブだんだん君の伝えたい気持ちがわかってく Bye.
こつ帰り道星が当てたやつ眺める君を僕は見ていた通訳を販売だけどそれは気にしないでI'm not afraid to die.
ここからはライブでいうところの暴れるセクションとなっておりまして、きっと本番でもこのような説明めいた MC をやっておることと思われます。可能であればそう、可能であればセンターを境にバックリ左右に分かれちゃったり泣かしちゃったりして、死の壁オールオブディスナーでできちゃったり泣かしちゃった暁にはおじさんもうニヤけが止まんないよなんてことなんですけれども、それで怪我しちゃったら元も子もないですからね、危ねえなと思ったら下がっていただいて、秘訣のところで参加するという程度もよろしいかと思われます。さあそれでは参りますよ、皆さん準備よろしいですか。3、2、1、好きになる。いけるぞ今日まで、いけばいい。
くれてはとりあえず進む。それ違って遠ざかって、それでもまた交わって。望みたいの切なくなってあんたの孤独と抱き合わせだとしたら、いらないんだ、見ていたいんだ、君と好きを描いてく。望みたい。Yeah.
がもし幸せならあの日の私のこと思い出してくれますか。そこには辛いことに泣いた私がいるけど、その涙を優しく思い出に変えてください。これは僕の進化の過程の一ページ目です。ここは屋根裏雲の味と音もなくくねくねと踊る塵や埃だけに内臓は南極の汗人のすねがそんなに胸で高い雲なんかやめてね
ぼろ屋で二人住んでいました。少年はいつも母を笑わせていた。僕は頭まで笑わせるんだ。でも、もう明日なんてなかった。泣いてるぜ、いや分かるさ、何日もさ。なんであんないい子の命がさ、優しいと思うよ。いつまでメソメソしてんだポンコツだもん。ママの笑い、ママの笑顔も、それがあなたの望み。そして嫌われ者の今日の始まりさ、心のため半端なことだけ忘るんじゃねえぞ。願いの一つ、もう一度ならにピアノみたいに月明かりまとい合う。あの子の想いって消えないさ、愛が溢れていたね。もう一度この手に抱き、二度と話したくないわ。僕はここで生きてるよ、忘れないわ。ぬくもりもその香りも、母さんが大好きだよ。笑ってるからいいよ。
泣いてしまう私に大丈夫と囁いたあなたも泣いていたの抱き寄せてほしい確かめてほしい間違いなどないんだと思わせてキスをして塗り替えてほしい魅惑の時に愛しろ